トロントコレクションのボーク2010年秋冬のランウェンに登場したプラスサイズモデルのケイトワトソン。ワトソンはベンベリーによって見出された。プラスサイズモデルは主にプラスサイズ服の着用に従事している平均より大きい身長のモデルに適用される用語である。プラスサイズモデルは化粧品、家庭用品、医薬品、サングラス、履物、 腕時計などのプラスサイズ衣料品の販売に厳密に関連しない仕事も行っている。したがって、プラスサイズモデルは、プラスサイズ衣料品として販売されている衣服のみを着用するわけではない。これは、主流ファッション雑誌に彼らが登場するときに特に当てはまる。同義語で、プラスサイズモデルと交換可能な言葉として、フリフィギュアードモデル、エクステンデッドサイズモデル、 アウトサイズモデルがある。以前は、ラージサイズモデルという用語も頻繁に使用されていた。2008年のミスサリー州に選ばれた、クロエマーシャルプラスサイズのモデル業界は、プラスサイズのモデルを受け入れることで、体重管理の悪い例を提示しているとして、一般的な批判を受けている。プラスサイズのモデルより小さいサイズに関する、消費者ベースの批判は、広く普及しつつある。 アメリカ人女性の平均ドレスサイズと言われているのはサイズ14だがプラスサイズと表されるモデルの大部分はアメリカサイズの6から12であるつまりモデルは消費者の平均サイズを反映していない批評家はより小さいモデルをより大きく見せるために使用される詰め物の広範な仕様がより小さいモデルが大きな服に合うのを助けていると述べているプラスサイズモデルは 体重を維持するために塩辛い食べ物を食べたり、顧客を満足させるためにサイズを変動させるなど、不健康な習慣に従事している。また、モデルエージェントのいくつかはモデルに対して、整形手術を提案している。ドイツのファッションデザイナーカール・ラガーフェルドや、他のファッションデザイナーは、プラスサイズの商品に関連する消費者からの関心が、ないため、プラスサイズモデルの起用を延期している。 ラガンフェルドは私がデザインしたのは細身でスリムな人のためのファッションと語り H&M とのサイズ16ファッションのコレボレーションデザインを出さなかったために批判された。さらに業界には人種の多様性が欠けていると批判されている。例えば批評家はアジア人のプラスサイズモデルがほとんどいないことを指摘している。他の人々は 肌の色が濃い黒人のプラスサイズモデルがほとんどいないことに指摘している。2015年2月、オーストラリアのモデルステファニア・フェラーリオとテレビタレントのアジェイ・ロチェスターはモデル業界がアメリカのドレスサイズ4を上回っているモデルを表現するためにプラスサイズという用語を使うことを終了させるキャンペーンを開始した。フェラーリオはメディアのカバレッジを獲得し、 ソーシャルメディアやファッション業界で主に積極的な反応を伴って議論されたドラオプズプラスハッシュタグ付きの表題 IAMA モデルフルストップを掲載した。ありがとうございます。